高子市場は、備中国江原荘、現在の岡山県茨城に存在した、日本の城。戦国時代には、備中伊勢市の城で、北条総雲こと伊勢政治の出生地である。茨城指定史跡。高子市場から茨城を望む、手前の山には、出丸があった、城石碑と、宇垣一世記号の中婚飛球山陽道を見下ろす。 標高172メートルの高越山山頂に築かれた山城で山頂の主角を中心に5つ程度の車を配置し南側の尾根にも出丸を備え主角廃部には掘り切りを設けて防御設備として利用した改革式の縄張りとなっているこの地は旧山陽道と南側の笠岡の港が合流する用地であった公安4年公安の役に際して 幕府軍の総大将として、九州に出陣した、宇都宮・貞綱が築いたとされる。その後、備中国江原里を得た那須氏の城となる。室町時代になると、備中国江原里や茨原笠岡村等を領した伊勢氏の持ち城となり、伊勢森綱のような男である森貞が、所領分割で江原荘を得たため、その居城となった。森貞は、所有ではあったが、 盲出義州として、同じく盲出義州で、微中伊勢総領であった兄の伊勢森富と共に、京都に在住しており、所領は着難に任せていた五月十二日、伊勢制御事業期新城。この着難が後に、法上総運と称される、伊勢新ンク政治である。政治は後に、京都伊勢市の伊勢貞道の養子となり、京都へと向かい、最終的には、今川氏の後継者問題に絡んで、 伊豆国に所領を得て、北条五代の石を築くことになった。その後の高子市場は引き続き備中伊勢市によって維持されるが、伊勢貞勝の頃に毛利市に侵入し、高子市場は獅子戸高家の持ち城となった。慶長五年の関ヶ原の戦いの後、毛利市が傍聴違法となると、高子市場も廃城となったと推測される。備中伊勢市は、 不明な点が多いが、伊勢政治イコール法上総運説が定説になるに従い、研究が進んでいる当時の書状や群中上等における、備中伊勢氏の人物を列挙する。多くの人物名が列挙されているが、その多くは、系譜上の位置づけは不明である。備中伊勢氏略経図、ありがとうございます。